皆さん、こんにちは。今回は張本美和さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。今、卓球界はある兄弟の話題で持ちきりです。張本美和さんは憧れの兄、智和さんと夢の兄弟五輪が実現しました。いよいよ、打倒、中国です。卓球の世界選手権団体戦第6日が2024年2月21日に行われました。決勝トーナメントが始まり、世界ランク2位の日本女子は初戦の2回戦で同41位のクロアチアを3対0で退けて8強を決め、パリ五輪の団体出場権を獲得して五輪シングルス2枠を得ました。パリ五輪代表の3人で挑み、2番手で15歳の張本美和さん、木下グループは相手エースを破り、日本女子の5大会連続メダル王手に貢献しました。世界ランク3位の日本男子も兄友和さんが一番手で快勝するなど、3対0で同32位のオーストリアを下し、日本卓球界初の兄弟五輪同時出場を決めました。張本美和さんはエース早田ひなさんからの勝利のバトンをしっかり受けていました。ハイタッチでコートに入り、4歳上の相手エースのアラポビッチに完勝しました。日本女子は1次リーグから5戦連続ストレート勝ちでパリ五輪出場権を手にしています。女子の後に出番となった兄友和さんが引っ張る男子に最高の形でバトンを渡した張本美和さんは、重要な一戦に起用されて1点を取れてほっとしていると胸を張って振り返っていました。大会初出場の新星の頼もしさは増すばかりです。1次リーグは初戦のルクセンブルク戦で60歳の2シャーリエンに快勝するなど2勝しました。この日はいきなり見せたのです。第1ゲーム1対0から回転を変えたサーブ、相手はラケットに当てることすらできずに首をかしげていました。渡辺武弘監督は張本美和さんの今大会の活躍に、本当に15歳と成長株に驚きを隠せない様子だったそうです。張本美和さんは兄がずっとお手本だったといいます。友和さんが得意とするバックハンドドライブ、美和さんは映像や練習で直接見て学んできました。バックはお兄ちゃんと似てるかなと自らの武器にしてきたそうです。兄弟五輪は夢だったと語っています。兄は昨年まで28年ロス大会かなと話していたそうですが、美和さんは同年に世界ツアーで2勝しました。瞬く間に五輪団体要員の3人目の代表に入ったのです。お兄ちゃんはずっと背中を追ってきた憧れの存在と称えています。尊敬する兄と共に夢舞台に立てる喜びは特別だったことでしょう。22日にルーマニアに勝てば表彰台入りが確定します。日本女子は4大会連続で中国に敗れて銀、順当に勝ち上がれば決勝で中国と対戦することになります。中国の6連覇を阻止して53年ぶりの頂点へ、頑張ってきたからこそ得られた切符、もっといい結果を残したいと張本美和さんは述べます。釜山の会場でも好きな K-POP を練習中に聴きながらノリに乗っているそうです。世界の舞台で飛躍する15歳の本領はここからでしょう。少し時を戻します。卓球全日本選手権、2024年1月27日東京体育館、男子シングルス準々決勝が行われ、パリ五輪代表の張本智和さんは2020年大会覇者の宇田幸矢さんを4対2で撃破し4強入りを決めました。6年ぶり2度目の優勝まであと2つでした。また妹の張本美和さんも女子シングルスで準決勝に進み、同種目の最年少制覇を視界に捉えていました。兄弟による男女シングルス同時制覇となれば大会史上初の快挙となります。友和さん自身は4年前の決勝の舞台で苦杯を喫した宇田さんとの因縁の一戦でした。強打を誇るサウスポーとの激闘で中盤までは競り合ったのですが、終盤の勝負どころで突き放して振り切ったようです。ただ試合中に集中力を削ぐような雑音も耳に入ったといい、妹分かってるぞと会場でヤジが聞こえて勘弁してほしかったですと述べていました。自身も勝ったから良かったものの、苦笑いするしかなかったようです。中学3年の美和さんはこの日の女子シングルス準々決勝で前回2位の木原美優さん、木下グループに衝撃のストレート勝ちを果たし初の4強入りを決めました。
妹の快進撃に友和さんは、自分の方が本人より妹の勝利を喜んでいるとエビス顔でした。25日にはお互いシングルスで優勝できるレベルまで妹も来ている、自分が王座を取らないと2人で優勝できないくらいプレッシャーを感じているので笑、僕が優勝できるように頑張りますと自虐で笑いを誘うほど美和さんの成長を実感しているようでした。自身は6年ぶりの返り咲きへ、優勝しか狙っていない、2位以下は初戦敗退と同じと決意を込め、28日の準決勝決勝に向けて自分の試合に集中して戦いたいとギアを上げていました。さて、卓球女子日本代表として大活躍している張本美和さんに大きく注目が集まっています。張本美和さんの国籍はどこなのか、両親はどのような方なのでしょうか。女子卓球界の15歳の超新星の張本美和さん、張本美和さんは現在急成長中で、10代後半で世界のトップ選手になれると言われており、その活躍に注目が集まっています。そんな張本美和さんが中国人であるとの噂があるようです。調べてみると張本美和さんは中国人ではなく日本人ですが、口述する両親は中国四川省出身です。張本美和さんは2014年春に父親と兄と共に帰化しており、姓を張本に変更しています。張本美和さんは2歳で初めてラケットを握り、仙台ジュニアクラブに所属してプレーし、東宮城の小学校時代には全日本の年代別大会を制しています。さらに中学校1年の時には全国中学生チャンピオンになり、その後も U-15、U-17 などで優勝を重ねています。そして2021年12月にポルトガルで開催された世界ユース卓球選手権大会では史上初の4冠を達成しています。そんな張本美和さんは幼少期から卓球の英才教育を受けてきたのかと思いきや、張本家の方針は勉強優先だそうで、下校するとまず宿題や予習復習に取り組み、その後から卓球の練習をしています。張本美和さんは小学時代には算数で全国1位になったほど勉強も得意のようです。現在張本美和さんは小学校卒業後から川崎市に拠点を置く卓球の育成機関木下卓球アカデミーに所属しており、生まれ育った仙台を離れて卓球に打ち込んでいます。張本美和さんは2008年6月16日生まれ、宮城県仙台市の出身です。身長166センチと高身長で、血液型は O 型です。現在木下グループに所属しています。ご両親は中国の卓球選手でした。戦術の通り、張本美和さんの両親は中国四川省出身で元プロ卓球選手です。父親の名前は張本優さんで、年齢は53歳です。父酒井さんは中国の国体男子ダブルスで3位になっており、現在は男子ジュニア日本代表コーチを務めています。また張本美和さんの母親の名前はチャンリンさんといい、年齢は50歳で、かつて1995年の世界選手権中国代表選手でした。ご両親は1990年代に現役を引退して指導者の道に進み、父酒井さんは中国で10代の選手を中心に指導し、母梁さんはマレーシア女子代表の監督を務めていました。その後酒井さんはカタールやイタリアでプレーした後、仙台ジュニアクラブの指導者として1998年に来日して仙台を拠点とし、半年後に交際していたチャンリンさんと結婚しています。父酒井さんは子供たちと2014年に帰化していますが、母梁さんは中国籍のままでいるそうです。張本美和さんの両親は現在宮城県仙台市内で張本卓球場を経営しています。張本美和さんには兄が一人いて、ご存知の通り名前は張本智和、張本智和さんと言います。張本智和、張本智和さんは2003年6月27日生まれ、宮城県仙台市の出身です。身長176センチ、体重64キロで琉球アスティーダに所属していました。智和さんは卓球選手だった両親の影響を受け、2歳からラケットを握り、小学1年生の時に全日本選手権バンビの部で優勝して以降、同大会6連覇を達成しています。中学進学後は
JOC エリートアカデミーに入校し、2017年の世界選手権で史上最年少の13歳でベスト8入りを果たし、中学2年生の時には全日本選手権でも史上最年少優勝に輝いています。その後も兄智和さんは国内外の大会で華々しい結果を残し、2021年の東京オリンピックでは男子団体銅メダル獲得に大きく貢献しています。智和さんは2022年4月にはドイツブンデスリーガ一部の卓球クラブ TCC ノイグルムへ加入し、 ECL ヨーロッパチャンピオンズリーグに参戦し、現在世界ランキング4位となっています。前述の通り、張本美和さんは6歳だった2014年春に父酒井さんと兄智和さんと共に帰化しており、それまではチャンメイ風和という名前でした。帰化した理由は、2020年の東京五輪で金メダルを取りたいという兄智和さんの夢を叶えるためでした。オリンピック憲章には、オリンピック競技大会に出場する競技者はその競技者の参加登録を行う NOC の国の国民でなければならないという規定あります。友和さんは生まれ育った日本の代表として世界の舞台に立ちたいという思いがあり、小学4年生の時に日本に帰化したいと両親に伝えていたそうです。張本美和さんも2歳から卓球を始めており、兄と同じく活躍が期待されたため同じタイミングで帰化したようです。現在15歳の張本美和さんはすでに五輪に出場できる実力と以前より評価されており、これから日本代表としての活躍が期待できます。いかがだったでしょうか。今回は張本美和さんについて見てきました。初の兄弟でオリンピック出場という快挙を成し遂げた張本美和さん、現在の戦いぶりを見ていると、向かう敵なしといったところではないでしょうか。技術の面においてはまだまだ上を目指すことができる伸びしろがあるのだと思われますが、メンタル面では肝が据わった戦いぶりを見せています。まさに堅調な戦いです。オリンピック本番までまだ時間があります。本番に向けてどのような調整をしてくるのかとても楽しみです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。